ラジオは夢の機械だと私たちは喜んだ。しかし私はそれを使って死ねと呼びかけた。 B17 爆撃。なんだねその生ぬるい読み方は。アナウンサーたちは戦意高揚のためプロパガンダの先頭に立たされた。嘘を流すってことですか。確かめようがない言葉が一瞬で世界に届く。マイクが運ぶのは国家の意志だ。同じですよ。スポーツに熱狂すること、戦争に熱狂すること。違う。君たちの本心が聞きたい。父さんとは行かないんだろ。信用のない言葉ほど惨めなものはない。俺は与えられた原稿を読む以外何ができるんだ。自らの言葉に絶望し、我々は夢の機械を悪魔の覚醒器にしてしまった。それでも言葉を信じた。お前はお前だ。飲み込まれるな。あなたの言葉には強烈な力がある。どうかお聞きください。国民の皆様。劇場版アナウンサーたちの戦争。